こんにちは、ハロです。今日は手と足のパーツの編み方を紹介したいと思います。まずはこちらの手の編み方を紹介したいと思います。まず1段目は輪の作り目から始めます。輪の中に細編みを8回編み入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、8回編み入れれたら輪を引き締めます。輪を引き締めれたら最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで1段目の完成です。2段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元からすべての目に増し目をしていきます。その時に糸端を編みくるんでいきます。次の目にも増し目をします。すべての目に増し目が終わったら糸端を後ろ側にやって、最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで2段目の完成です。3段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元から細編みを1回、次の目で増し目をします。細編み、増し目。これを一周ぐるっと編み入れていきます。細編み、増し目、最後の目まで編めたら最初の細編みの頭に引き抜きます。これで3段目の完成です。4段目と5段目は増減なしで2列編んでいきます。まず鎖編み1回で立ち上がり、根元から細編みを1つずつ一周ぐるっと編み入れていきます。これを2列続けます。増減なしで2列、4段目、5段目が編めました。続いて6段目に入りたいと思います。6段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元から1、2、3目編んで、次で減らし目をします。2目を1目にします。1、2、3、減らし目、1、2、3、4、このように最後の減らし目をしてから細編みを4目編み入れて、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで6段目の完成です。
7段目は鎖編み1回で立ち上がり、増減なしで1周ぐるっと編んでいきます。最後まで編めたら最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで7段目の完成です。8段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元に細編みを1つ、次の目で2目を1目に減らし目します。細編み減らし目、これを1周繰り返していきます。最後の減らし目をしたら細編みを1、2と編んで、最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。これで8段目の完成です。ここからは増減なしで9、10、11、12、13段目の個列を増減なしで編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がり、すべての目で細編みを1つずつ入れていきます。これを5列繰り返します。増減なしで13段目まで5列編めました。ここで一旦針を置き、綿を入れていきたいと思います。一旦左手で糸を手にかけ、編み地を左手でしっかりと持ちながら綿を入れていきます。手で入れにくかったらかぎ針の後ろの部分を使って入れてください。綿を入れると手が丸く仕上がります。続いて糸とかぎ針を元に戻します。14段目を編んでいきたいと思います。14段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元から細編みを1、2、2回編んだら減らし目をします。減らし目、最後の減らし目が終わったら細編みを1、2と編み入れて、最初の細編みの頭に引き抜きます。続いて15段目、16段目、17段目、18段目、19段目は増減なしで5列編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がり、根元から1つずつ細編みを編み入れていきます。これを5列繰り返してください。増減なしで5列19段目までが編めました。これで手のパーツの完成です。縫い付けるので糸を長めにカットします。そして綿を入れていきます。
型が入れれたら手の完成です。では2つ必要なので2つ編んでください。続いては足の編み方を紹介したいと思います。まず鎖編みを5目編みます。1、2、3、4、5。次に編み地をひっくり返してかぎ針から数えて上から2個目の裏山に細編みをします。隣の裏山にも細編みをします。そしてさらに隣の裏山にも細編みをします。もう一目裏山に細編みをします。最初の鎖編みのところにかぎ針を入れて引き抜き編みをします。これで1段目の完成です。2段目は鎖編み1回で立ち上がって根元から3目細編みを編みます。糸端も編みくるんでいきます。1、2、3、3目編めたら次の目に同じ目に3回細編みを入れます。1、2、3。そして次の目にも同じ目に3回細編みを編み入れます。1、2、3。細編みをしていきます。1、2、3。糸端を後ろに回して最初の細編みの頭に引き抜きます。これで2段目の完成です。続いて3段目も鎖編み1回で立ち上がり根元から1、2、3、4、5。5目細編みを編んだら次の目に3個細編みを編み入れます。次の目には細編みを1つ、そしてその次の目には細編みを3つ同じ目に編み入れます。そして次からは1つずつ細編みを入れていきます。1、2、3。4。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。これで3段目の完成です。続いて4段目も鎖編み1回で立ち上がります。根元から細編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59
み。三、四、五、六。六目編んだら、その隣の目に三つ細編みを編み入れます。次からは一つずつ三目細編みを一、二、三と編み入れます。次の目には同じ目に三つ細編みを編み入れます。次の目からは一つずつ細編みを編み入れていきます。一、二、三、四、五。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。これで四段目の完成です。5段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元から1、2、3、4、5、6、7、7個編んだらまた一つの目に細編みを3回編み入れます。次に一つずつ細編みを1、2、3、4、5、5目編んで隣の目に3目編み入れます。そして次からはまた一つずつ細編みを編み入れていきます。1、2、3、4、5、6。6目編んだら最初の細編みの頭に引き抜きます。これで5段目の完成です。6段目からは少し編み方が変わります。鎖編み1回で立ち上がり、普通の細編みではなく、奥の1本だけをすくいながら細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9目編んだらまた一つの目に3つ細編みを編み入れます。次からはまた一つずつ細編みを編み入れます。1、2、3、4、5、6。そして同じ目に細編みを3つ編み入れます。次の目からはまた一つずつ細編みを1、2、3、4、5、6、7、7目入れて最初の細編みの頭に引き抜きます。次は
通の細編みをしていきます。鎖編み1回で立ち上がり、根元から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13目編んだら2目を1つに減らし目をします。減らし目が終わったら細編みを1回、次の目でもう一度2目を1つに減らし目をします。ここからは1目に1つずつ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目編んで最初の細編みの頭に引き抜きます。次の8段目と9段目は増減なしで編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がり、根元から細編みを1つずつ1周ぐるっと2列編んでいきます。最初の細編みの頭に引き抜きます。これで増減なしで2列編めました。9段目まで完成です。次に10段目は6段目と同じように鎖編み1回で立ち上がり、2本取るのではなく向こう側1本だけを取って増減なしで細編みを1つずつ編み入れていきます。最初の細編みの頭に引き抜きます。続いて11段目、鎖編み1回で立ち上がって根元から細編みを4目編みます。1、2、3、4、次に2目を1目に減らし目をします。そして7目編みます。1、2、3、4、5、6、7目編んだらまた2目を1目に減らし目します。そして1、2、3、4、5、6目編んで2目を1目に減らします。そして1、2、3目編んで最初の細編みの頭に引き抜きます。これで11段目の完成です。12段目は鎖編み1回で立ち上がり、細編みを7目入れます。1、2、3、4、5、6、7、そしてここで今までと違うのが3目を1目にします。1、2、
2、3と糸を引き出してきて、この4本を一気に引き抜いて一目にします。そして細編みを3回1、2、3目編んで、もう一度ここで1回、2回、3回と糸を出してきて、4本かかっているものを一度に引き抜きます。隣の目から一つずつ細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、7目編んだら最初の細編みの頭に引き抜きます。そして13段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元に細編みを1回、そして次の目で2目を1つにします。これの繰り返しをしていきます。細編み、減らし目、最後に1つ細編みを入れて、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで13段目の完成です。ここで一旦針を置いて綿を詰めていきます。左手に糸をかけて編み地を持ちます。そして綿を入れていきます。綿を入れながら形を整えます。綿を入れるとこんな感じになります。こっちが正面、足の裏から見た感じになります。こちらが側面、こちらが甲の部分になります。続いて糸と針を戻して14段目を編んでいきます。鎖編み1回で立ち上がり、まず最初の目で減らし目をします。そして次の目で細編み、これを繰り返していきます。そして最後に細編みをもう一つ入れて、最初の細編みの頭に引き抜きます。これで14段目の完成です。続いて15段目、16段目、17段目は増減なしで編んでいきます。まず15段目は鎖編み1回で立ち上がり、根元から一つずつ細編みを編んでいきます。これを3列繰り返してください。最後まで編めたら最初の細編みの頭に引き抜きます。これで増減なしで3列編めました。17段目の完成です。これで糸を長めに引っ張ってハサミでカットします。これで形を整えて足の部分の完成になります。足のパーツも2つ用意してください。